で、そこにお薬つけます。ただお家でつけれるかな。うん、これはちょっとこれは今から赤い光を当てるもんですから、それでちょっと目を保護するためにね。さあ、ちっちゃい綿にして、これ4分の1ぐらいにして、取りました。何をするんですか、これ。分子？何ですかね、それ。そう、それが何か分かんない。いや、かさぶたですよ、これ。かさぶたですよね。で、取ったら、これ、結構赤い。いで、これ、鳥はさ、濡らすとさ、まずいんで、体温が下がっちゃうじゃないですか。だから、それで、蓋開けてくれる。じゃあ、あんまり水浴びとかしない方がいいんですか。本人がする分にはいいです。本人がする分にはいいんだけど、強引にさせたらダメということですね。そうそうそう。で、この粉を出しますから、これをちょっとね。それできるかな、だね。これできるかな。できそうだったら出しますし、見そうだったら出してましょう。それでちょっと赤い光をこっちに。今から光線照射療法っていって、人間の性器外とね、首が痛いとか腰が痛いとかね、そういう時に赤い光を当てるんですよ。でその光は4センチ高まで入っていってくれて、血流を良くしてくれます。そうすることによって炎症を進める。あと皮膚病の時にも効く。にもなんかこう書いたところがあるような気がしたんだけど大丈夫かな。それは大丈夫ですか。いや、あるよね。うん、もうちょっと下は何かな。あ、そこそこ、そこがあれのとこ、うん、さっきのところちょっとなんか昨日もなかったような気がしたんだけど、ここだね。今日はなんか必死になってそこをやってたから。でも血行は皮膚は大丈夫そうだけど、でも皮膚が羽がないっすよね、ここ。ここもちょっとかけて、なんかこっちもだね。でもここは、そこが狂気がついて、あれと思って。でもこっちとさ、ちょっと繋がってそうですよ。あ、そうなんですね。ね、こっちから繋がって、こっちまで。繋がって広い範囲ですね。脳化粧、そんな多くない。はい。じゃあちょっと、61分です。61分で。はい、開けます。そう、光線照射のプリント出してくれる。はい、で、あとは皮膚病、怪我、そういったところに当てて、やっぱり血流を良くして、皮膚の炎症を抑えたりするのが大事であります。これで、まあ、そこに近赤外線って書いてあるんだけど、そういう光ですね。で、あとは、ここではね、実は言うと、がんの子にね、使おうと思って購入したんですよ。がんの子ってさ、手術して取るかね、抗がん剤使うかですね、放射線やるか。それは人間でも動物でも三大療法。だけど、ここではこんな動物病院レベルでは放射線療法はできないから、手術するか、抗がん剤使うか。だけど、例えば時でね、がんがあってもね、まあ、手術できる子はできるけど、抗がん剤はできない。で、そういう、がんの子にこの光線照射当てることによって、がん細胞をちょっと温めて、41、2度に。そうすると、がん細胞が自殺する、アポトーシスって言うんですけど、そういうのを期待して使ったりします。まあ、鳥とか、ちっちゃい動物ですね。ハムスターとか。これはね、気持ちがいいはずなんですよ、ね。静かにしてた。とりあえずさ、これだけ出しますから、1日2回ぐらいつけて、それでちょっと観察の仕方を教えますから、観察してください。で、それでも治りが悪かったら、飲み薬も出します。それからちょっとお話ね。この子の顔をちょっとください。もう戻しますからね。じゃあ、向こうはもう切っちゃったら、足をつけてみて。ごめんね。はい、じゃあ構わないでね。はい、来た。よかったね、それちゃん。はい、じゃあちょっとリスタートして。